江口孫四郎は高官だが二度と会うことはならん。そなたは婿となる男が決まった身だ。ただ一度市内を交えた糸と孫四郎、それは生涯忘れられない恋だった。内藤孫四郎が自ら命を絶った。どうしても知りたいのです、孫四郎殿が自ら命を絶たれたわけを。もう少し探ってみる。糸を支える心優しい才助の愛、そして徐々に明らかになる思いもよらぬ真相。孫四郎は決着をつけなければならなかったのだ、一人の武士として。花の跡。